じゃあ今回ですね、僕が書いたブログ記事の方ですね、動画で一緒に紹介していきたいなと思って撮影しております。じゃあよろしくお願いいたします。これ僕が作った動画あじゃなくてブログなんですけども、まあ、こんな感じで、あこっちに概要ですね。こんな感じ結構綺麗にできたんですよ、今回は。珍しく。なんかこれ文字ここで動いたりとかして、で、こんな感じでちょっと色ついたり、で、ここにプロフィール載っけたりとか、 でサイドバーつけたりですね、サイドバーつけて、で、ここランキングですね、ビュー、要は観覧数が高いものをランキングにしてあったりとか、で、これカテゴリーごとの最新記事、で、ここ YouTube ですね、飛べるようにしてあって、で、ここ Twitter を埋め込んでメルマガとかですね、まだ5記事、今の時点では5記事ぐらいしか書いてないんですけども、まあ結構こんな感じで綺麗にできましたので、 で今回、ここならで僕結構、e、eBay 系の PDF とか販売してるんですけども、結構販売実績的にも100件ぐらい超えたので、一体ここならってあの稼げることができるのかっていうのをですね、あのまあ実体験を、ま、求めて、ちょっと動画で紹介していきたいと思います。まず、ここならって何かというとですね、あのここですね、まあ、自分の知識とかスキル、経験を理解できる。 まあウェブ上のまあフリーマーケットですね。会員数が100万人以上で取引件数は300件ぐらいいってるみたいでまあ簡単に説明すると自分の得意なことや専門的な知識を販売できるサイトになってす。ます。今の時代にあった本当お金稼ぎ副業みたいな感じですよね。で、ここの実績とかまあ僕の経験記事に書いていこうと思います。で、こういったなんかあのワードプレスだと目次とかも簡単に作れるんですよ。 で、ここない儲けることはっていうことなんですけども、まあ実際に今100件以上ですね、こんな感じで僕のプロフィールなんですけども、今、ゴールドランクで116件取引があって、で、100件超えてますねで、こんな感じで作りましたね、あの、減ったっていうか。 でまあ、基本は今のところ多分、えー、海外輸出転売の ebay のなんか自己教材とか限定動画とかっていうのをあのココナラで販売してるって形で一応ここから飛べるような感じにしましたであの実際に稼げたかどうかっていうのなんですけどもあのぶっちゃけるとココナラの手数料めちゃくちゃ高いですねこめちゃくちゃ高いですね であの固定費と出品費用はあの完全無料ですのであのしかし売れたときにです、ね、販売手数料がめっちゃ高いんですよ。こちらですね、画像を持ってきました。あのなんと1円から5万円以下の商材とか教材を作った場合はなんと25%手数料持ってかれます,25ですよ。1000円のものを売ったら250円持ってかれるし1万円のものを売ったら2500円手数料で持ってかれるんですよ。2500円ヤフオクって確か5%ですよね。 メルカリーは10%ですよね。ココナラは25%手数料持ってかれるんですよ。いや、めちゃくちゃ高いですよね。あー25%持ってかれます。で、ココナラの手数料はめっちゃ高い。で、僕が eBay の教材は例えば結構2000円が多分平均的なんですけども、ぶっちゃけ2000円で販売しても1460円だけなんですよ、売り上げって。 500円の商材もあるので500円のものを販売すると365円だけになるので2000円ですよあんなに YouTube 動画を毎日出してブログもあんなに何百記事も書いて YouTube 動画は今に多分270動画ぐらいあるんですけど限定動画を増やしたらあ足したら270動画1つ30分 アップとか撮影からしたとしてもめちゃくちゃ時間かかるじゃないですかでブログの記事なんて一記事1時間ぐらいかかったとしてもやっぱ100時間とかかかりますよね100記事あったらそれがあの25%実はあのここならって持ってかれるんですよだから2000円で販売しても1460円で500円でも365円ですね であのまあ、高く単価をしたとしても、10万円何か売ったとしても、結局2万5000円手数料持ってかれるので、めちゃくちゃ高いですね。あ、10万円だったら1 0か、あ違う、15%か。でもしここならでもうけたない儲けたないっていう人がいるんだったら私、自分のハンドメイド作品を作ったりとか、なんか自分の得意なこととかですね、なんか自分の教材とか、商材を作って販売するのが一番いいんじゃないかなと思います。 まあ、例で言うと、あの書籍、本とかも一緒じゃないですか。本も、例えば、1個作っちゃえば、本の内容ってまた複製するだけで、何回でも売れることがで永遠にできるじゃないですか。だから、自分の得意なこととか、PDF にまとめたり、動画でまとめたりして、それをあのココナラで販売するっていうのは、多分めっちゃありだと思いますね。で、ココナラってあの電話相談の機能もあるので、何か電話であの教えてあげたいっていう人も、 いいんじゃないですかね。電話相談できたりとか。あと、なんか悩み相談だけ乗りますっていう出品してる人さえいるんですよ。なんか悩みの相談乗りますっていう人だもういますし。で、あのどんな詳細やればいいのかっていうのを実際にココナラの出品ページを見てですね、自分で詳細決めるっていうのもありだと思いますね。まあ、例えば僕が今までずっとココナラを使ってたのが、やっぱりココナラで例えば副業とか入力すると検索ワードで。 そうすると、あのー、2019年6月現在だと2600件ぐらい出てくるんですよ、副業の方法、お金、まあ、要はお小遣い稼ぎとかお金儲けする方法ですね。でここで僕もいろんなものをですね検索して、多分ん10回ぐらいは買ったことありますね。ここなら、うんまあそうですね。まあ、いいのもあるし、悪いのもまあピンキリですね、本当に。 でまあ、これからの時代、副業でどうにかしたいっていう方もいらっしゃると思いますし、まあ、もう今、年金もやばいですし、もうすごいじゃないですか、ニュースが、あのトヨタとかは終身雇用はもうできませんみたいなことも言ってますし、できませんか、なんか言ってますよね、どうのこうのってこと。 でここならまとめると手数料がまあめっちゃ高いんですけど、まあ、販売するんだったらその原価がかからない自分の商材を販売すれば、まあ、手数料が高かったとしても、まあ、一応利益は取れますよという形ですねで販売してもいいけど購入者としてもですねたまに有益な商品とかも結構あるので、まあ、そういったものはですね、あのー、ここならで一回見ていただけるのがいいんじゃないかなと思います一応登録とか、あのー、購入とか手数料とかですね そういったものをあの、費用無料になってますので、あ出品手数料とかで、このブログの方はです、ね、YouTube 動画の下の概要欄の方にですね、URL 載せておきますのであの、気になった方はもう一度確認してみてください。じゃあ、ありがとうございます。